どうも皆さんこんにちは、三浦です。今回はですね、こちらのゲームをやっていきたいなと思います。実況では2回だけやってたんですけど、まあ、今回3回目ということで続きからやっていきたいなと思います。なんかね、キノピオが逃げ回ってるんだけど、なんかくれた。ダッシュソックスをもらった。本当にありがとうございました。今キノピオを8匹集めてるんだけど、これで7匹ゲットかな。ダッシュソックスの使い方をちょっと練習してみましょう。後ろのくるくるフラワーをダッシュで通り過ぎてみてください。 X ボタン押し続け、X ボタン押し続け、離してスライドダッシュ、スライドバットでダッシュ。 OK、 わかった。これ全部鼻開けばいいのかな。あと1個、よっしゃー、マリオさん、くるくるフラワーが綺麗に咲きました。ダッシュをうまく使いこなせているみたいですね。ダッシュの仕方はガイドでも確認できます。次はスライディングを練習しましょう。スライディングか、まだあるんだねなんかサッカーみたいだな。うん、今稲妻イレブンやってるしな。逃げる相手を捕まえるのに便利なアクションなんです。ダッシュに、ダッシュで私に向かってきてください。ちょっと やるか。X ボタン離してピュー、ストップ。そのマークが出たら A を押してください。 A ボタン、顔面からいったね。スライディングじゃないでしょそれ。そうです、これがスライディングです。うまく使って他のキノピオもサクッと捕まえちゃってください。マリオさん、最後に私を追いかけてみてください。ダッシュで近づいてびっくりマークが出たら A ボタンでスライディングですよ。じゃあちょっとやるか。実はね、まあいいや、まあとりあえずこいつ片付けよう。びっくりマーク、結構こいつ足速いな。おいやー、ダメだった。ちょっと待てよ。おらー、よし、あ、ダメだった今。結構しぶといな、スライディング当たんねえんだけど。コーナーは無理か。コーナーはちょっと無理だね。コーナー無理だからちょっと、おらー、いったー。いや紙なんだから今ので破れちゃうでしょ。やはりマリオさんからは逃げ切れませんね。この調子で残りのキノピオも助けてあげてください。よし、残り1匹ね、足の速いやつがねいるんだよな。こいつ、こいつ、こいつ逃げ回って捕まえることはできなかったから、おらー、行くぜ。ちょっとコーナー無理だから、あー、あれ A ボタン押してないんだけどな。誰かと思ったらマリオさんだったんですね。そんなわけないでしょ、気がつくでしょうね。てっきりクッパ軍団かと思って逃げ回っちゃいました。キノピオたちを助けることはできた。はいはーい、誰だ。ひとまずキノピオたちはピーチ城にお連れしました。ペラペラだから軽かったです。この調子でどんどんキノピオたちを返してあげましょう。では私はこれで頑張ってくださいね。あいつ味方なのかな。さあ、じゃあこっからどうするんだろう。とりあえずこっちか。
なんだこれ。あ、久しぶりすぎてあ、これ回復ポイントなんだね。なるほど、セーブもできるんだな。じゃあちょっと先行きますか。なんだこれ、ルイージー。あ、全くちょっと意味分かんなかった。マリオでしょ、マリオ、ルイ、あ、8、あ、 B ボタン、あ、間違えた。 A ボタンでマリオで、 B ボタンでルイージで、 Y ボタンで、よし、よよよ、分かったぞ。はい、あ、なに、早くな、はい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 、ちょっと無理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 。あ、これ多分コインがゲットできるだけだな。さあ、ここまで来た。なんかここありそうだけど、なんかいけないのかな。次行こう。あー、まあいいや、ちょっと久しぶりにちょっとバトルやっていこうか。あ、間違えた、うわー、ルイージか。さあ、じゃあ結構久しぶりだけど決まるかな。うわー、反射神経これ重要だからね。ふれっ、よっしゃ、ジャンプ、はい、基本的にはジャンプで片付けようかな。よっしゃー、あと残り1匹、ほいほい、よけたー、これでとどめ、ジェイ。まあこれね、 RPG なんですけど、こういったアクション要素もあってね、あ、まあ結構面白いやつなんですけど。さあ、ちょっとこっち行こう。うん、左がピーチ城、とりあえず行ってみようか。ここピーチ城か。ちょっとね、今旅の目的がよく分かんない。とりあえず行ってみよう。あれ、なんかここ来たことがあるような気がすんな。あ、やっぱそうだ、旅の出発地点だ、ここ戻ってきちゃった。わかりましたぞ。これダッシュできるようになったんだけど、このダッシュ用の仕掛けがあるらしい。ダッシュ用の仕掛け、なんかこれちょっと怪しいけど。来たんじゃない？お、来たー、オッケー。で、次ここか。え、あ、でもここなんか戻りそうだな。ちょっともう一回やってみようか。ふぃー、あ、戻っちゃった。ってことは、これと同じ仕掛けが他の場所にもあったのかもしれないから、ちょっとそっち、ちょっと探しに行こうか。おお来た来た来た。ピーチ城より、マリオさんとルイージーさん宛に配達でーす。こちらもお渡しします。お手紙みたいですね。すげえ、荷物だけじゃなくて手紙を。日本郵政みたいなやつか。二人のマリオさんとルイージーさんへ、ピーチ城で助けてもらったキノピオです。ピノキオって言いそうになった今。先ほど仲間のキノピオたちが戻ってきました。さすがはマリオさん、早いですね。私たちもマリオさんのお役に立ちたいと思って、ペーパーアイテムを作ってみました。バトルで使ってみてください。なんだこれ、バトルで役に立つアイテムをもらった。ざっくりすぎだな。では私はこれで、また贈り物があったら届けますね。ペラペラなキノピオたちがアイテムを送ってくれたのね。
キノピオが増えれば新しいアイテムを作ってくれて、さらにたくさんのキノピオを助けられる。あ、そっか、そう、キノピオをね助けるっていう、そういうゲームだったどんどん助けましょう。あ、いたぞ。おーい、こっちだ、マリオがいたぞ。見つけたらとにかく倒せとの命令だ。その命令もざっくりだな。おい、うわー、すげえ人数来てんじゃん。レッツゴー。トリオアタックが追加されました。あ、さっきのやつだね。さっきもらったアイテムを早速使ってみましょう。トリオアタックのコマンドを選択するのよ。操作が不安だったら練習してね。なるほど。で、とりあえずトリオアタックこれか。うん、まあいろいろあるみたいだけど、トリオスカッシュ、あ、ちょっと練習したいな。キャラクターの ABY ボタンを押して飛んできたボールを打ち返し続けましょう。ちょっとね、練習しようか。お手本、ちょっとお手本見よう。 A ボタン、 B ボタン、 Y ボタン、なるほどね。ああ、なるほど、そういうことか。 OK、 終了。じゃあちょっと練習。 B ボタン、 Y ボタン、あー、はい、あー、下手くそ。いや、結構タイミング難しいよ。へい、結構難しいよこれ。なるほど、こんな感じね。結構難しいと思うけど、へい、あ、今抜群だと思ったんだけどな。はい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 、あ、失敗した。 OK、 まあこれでいいでしょう。じゃあちょっとやってみよう。なんかすごいな。はい、うーわー、失敗した。はい、難しい。これはちょっと要練習だな、要練習。まあでも結構ダメージ。ああ、もうちょっとやっつけたかったね。すごいわね。元は小さかったのに、あんな大きくて立派なハンマーになるのよ。あなたたち3人で力を合わせないと使えないわね。一人でも動けなかったら使えないから注意するのよ。よし、じゃあ、あ、BB 使っちゃうんだね。なるほど。もし防御が難しいと感じたら、X ボタンで緊急ガードを使うのをおすすめよ。なるほどね。ちょっとガードやってみようか。ガード、ガード、ガード、よっしゃ。まあガードする必要なかったけどね、練習で。うわ、どっちだこれ。うわー、くそ。さあ、じゃあこっからちょっとやってみようか。さっきの、あれ、もうできないのかな？じゃ、ブラザーアタックしようかな。これね、ちょっと初めてやるんだけど。あ、なるほど。これちょっと初めてやるんだけど、結構難しいな、これ。トリオアタック、もう一度やろう。わ、ちょっと難しい。はい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 、うーわー、だんだん難しくなっていくんだね。でもさあ、残りあと1匹。じゃあもうとどめさそう。はいはい、じゃ、ちょっと次、先行こうかな。
お、発見した、これだ。なるほど、これで先に行けるようになるんだね。行け。うん、これやったら戻っちゃうからもういいんだ。よし、いいぞいいぞ、先に進めるようになった。これは、え、あなたの世界もこんな感じなの？地面や自然のものまで本から飛び出しちゃったの？あ、確かにそうだね、なんか段ボールでできてるけど。じゃあなんでペーパーの地面や木がここに？あのマークは？よもぎじクッパのマークだよ。うん、じゃあちょっとね、クッパのマークがあったからちょっと落書きしてやろうか。ちょっとあれなんだこれ。うーん、どうやっていくのかな。これなんか橋になってる感じがするな。違うのかな。ちょっと乗って、あ、やっぱそうだ、バビューン。はっ、穴開けてるけど、あ、そっち行ったか、反対側だと思ったのに。え、これだけ、ちょっと壊しただけだね。壊しただけか。マリオさーん、大変です、クッパが、クッパがピーチ城に来ちゃいました。あれ、さっきピーチ城にいたんだけどな。クッパは一人だけ？二人いました。マリオたち無事かしら？ええ、何事もなければいいけど。ゴー！おおおお、クッパだわ。あれを、今のはピーチ姫、ピーチ姫そこにいますけど。うわー、ペラペラのクッパだ。ということは今のはやっぱり我が輩もいるぞ。わ、すげえ、クッパが2体もいる。いつものクッパだ。あ、逃げちゃった。全然使えない奴らじゃん。お姫様目の前にいるのにわざわざ格好つけて登場しよって。お前だって格好つけていたではないか。ふん、あ、なんかちょっと仲悪いね。助けてマリオ。ピーチ姫、いつもよりおとなしいではないか。助けてマリオ。あれ、これなんかあれじゃない、ちょっと偽物っぽくない？さあ我が輩たちにこのまま捕まるのだ。うわ、バレてるよ。ああ、でも結局捕まっちゃうんだね。早く外へ。すぐにピーチ城に戻りましょう。まだ間に合うわ。いや、絶対間に合わないと思うけど。もう間に合わんぞ、ほらね。ああ。すげえタイミングだな、これ。お、マリオじゃないか、見ろ。クッパ様が二人になったぞ。何言ってんだ。よく見ろ。マリオだって二人いるぞ。最初は我が輩の偽物で気に入らんやつだと思ったが、拳で語り合い気づいたのだ。
なかなかやるやつだと。あ、そういえば前回の2回目で確かそうクッパが2体出てたな。そして倒すべき相手が他にいることにも気づいた。そう、マリオ、お前だ。ちょっと ルイージ完全に忘れられてるね。我が輩が2人もいれば最強だ。ピーチ姫も楽にさらってやったぞ。我が輩の方が豪快なさらい方だったがな。何？我が輩の方がピーチ姫を怖がらせていたぞ。おいマリオ、ここから先は行かさんぞ。マリオ、クッパ城まで来れるものなら来てみろ。これからどんどんクッパ軍団が襲ってくるがな。出てこい。とことん邪魔してやるぞ。もしかしてボス戦じゃないこれ。うわ来た。ずいぶんブサイクなやつ出てきたな。